給料日ですね。給料日ルーティンありますか？自動で積み立てに回る設定はいい。貯金用と家賃と光熱費とかが引き落とされる口座と。お金増えてるやろ、グラス。投資してるやつ。増えてるよね。はい、増えてます。今年ね、いいと思うよ、はい、結構。みせきさん、いい振りをしてくださいました。はい。今日、給料日ですね。あ、今日、今日っけ？今日給料日だっけ？はい。給料日ルーティンを今日ちょっと聞きたくて、社長になるともうお金たくさんあるので、はい、給料日とかはならないですかね？はい、まあ、昔からそうやったけどね。お金があってもなくてもそんな感じだったよ。給料日にやってることとか特にないですか？ない。口座も確認せんもんね。これはもう今に、はい、始まらず社会人1年目の時からあんま気にしたことなかった、はい、なるほど。今日ちょっとテーマとして、うん、給料日ルーティーンをみんなにちょっと聞いていきたいと思ってまして、はい、どんなこと聞くのそれは。給料日にやってること、はい、例えば10万円は貯金に回して、ね、5万円を食費にしてみたいな小分けにするメンバーもいれば、はい、全部使うって人もいるかもしれないですし、というちょっと使い道のルーティーンを今日聞いていきたいと思ってます、うん、OK、はい、じゃあどうぞ。なんか論破しに行こうとしてる感じが。そう、体感は良くない。横来てありがとうございます。ありがとうございます。そしてありがとうございます。給料日ですね。おお。給料日ルーティンありますか？うん、まあその週のだけ土日は、うん、まつげく、ネイル、フットネイル、カラートリートメント、脱毛、エステ7個ぐらいは全部1日に行き切るっていうのは。詰め込むね。だいぶ忙しいスケジュールですけど、はい、だいたい総額いくらぐらいかけてるんですか？7万ぐらいかかります。それ以外に何かルーティンとして決まってることありますか？漫画の最新刊を休業日後にまとめて買う。なるほど。休業日からの1ヶ月のリセットでその日まで頑張るっていうので溜め込むっていうのはやるかもしれない。ああ、なるほど。じゃあお金というよりは楽しみをあえてそこで作ってるってことですね。そうです。何冊ぐらい買うとか決めてるんですか？1ヶ月で5冊ぐらい買うんで。1ヶ月を何円分はこれに回すみたいな細かく仕分けては。お姉ちゃんが株してるんでちょっとだけお金回して株にやってもらったりとか、うん、積み立てとか、まあ、そっちでやってもらって、うん、そっからやりくりするっていう感じで、うん、なるほど、ありがとうございます。はい、何かありますか？ほんまにないっすよ、僕は。ほんまにないっすよ。あの毎月給料になると奥さんから今月もありがとうって言ってお小遣いを支給されるぐらいですね。ありがとうございます。はい、あ、そういう感じね。給料日ですね。そうですね、給料日です、はい、今日は給料日ルーティーンについて聞いてもらってて、はい、給料日にやってるルーティーンを教えてください。額を見ないことです。見ないことね。それは何でですか？実は何で見てないんやろ。給与額に限らずなんですけど、一喜一憂をどんだけしないかが勝負やと思ってるんですよ、うん、仕事でポジティブな結果が出た時も無理やりこう喜ばないようにすることでネガティブにならない体制を作っていますの、うん、ずっとこう淡々といくっていうのが僕的には一番パフォーマンスが上がるっていうのが根底としてあるんで、うん、給与やったーとかっていう、うん、やったが来たらもう絶対こうなるんで、うん、見ない何も考えない。通帳分けてますか？給与が入ってくるものは分けてないです、うん、でもそこから自動で積み立てに回るとかっていう設定はいろいろしてるので、うん、自動化されてるってこと、ね、あ、もう完全に、はい、給与が入ってくる口座に関してはもう見てないです、勝手にっていう、はい、自動化されても支障がないぐらいの財務は。まあまあそうですね、はい、どんなことで自動化してますか？その口座からいくらぐらいが株式に変わるようにしてるって感じですね、うん、自動で。株はいくらは絶対入れるとかっていう金額はいくらですか？月まあ4万円ぐらいは入れてるんじゃないですかね、うん、そっちは完全にそっち任して、うん、あとはもう欲望のままに使うという現金は、はい、給料日がいつだからそれまでにと計算はもうなく、あ、そうですね、給料日っていうのがもうあんまないですね、その、うん、今言われて、あ、確かにっていう、うん、それぐらい無関心になった方が精神的に安定するっていうベースは言いますけど。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。です。お疲れ様です。給料日に必ずやることありますか？
口座をいくつか分けてるんですけど、お給料いただく口座からじゃないですか、うん、そこからいろいろ振り分け作業をやります。なるほど。何個ぐらいの口座に分けるんですか？給料が入るやつプラス貯金用と、あと生活費とか家賃とか光熱費とかが引き落とされる口座と2個です、ね、引き落とされる口座は引き落とされる金額だけを入れるっていう感じですか？ちょっと怖いね、多めに言いますけど毎月これぐらい貯金したいって金額決めてるので入れて、これ残った分はもう好きに使うっていう感じです、うん、じゃあ大体いくらぐらいは貯金って決めてるんですか？7、8万ぐらいは貯金したいなって、うん、なるほど。その他何かやってることありますか？一応見ます。携帯に銀行のアプリ入れてるんで、うん、朝確認してちょっとウキウキしながら出勤します。その分けるのはじゃあもうネットで基本分けてるんですか？三井住友と UFJ を使ってるんですけど、うん、なんかその2つが最近同じ ATM で使えるようになって、ね、1個の ATM で出して入れて出して入れてみたいなことをやってます、うん、ありがとうございます。ほめちゃん、はい給料日ですね。ああ、はい、そうですね、はい、給料日ルーティーンを教えてください。給料日ルーティーン、はい、奥さんと外食になればしますね、うん、いくらはじゃあその奥さんとの外食にやってるとか決めてるものあります？いや、でもないですね。全部自動化してるんですよね、うん、この自動化してること教えてください。給料が入ったらアプリで全部連絡が来ます、うん、月々契約してるサブスクとか食費とかその辺も全部アプリとかで管理をしているんで、まあ、そこら辺を見るようにしているっていうぐらいですかね。サブスクはどれぐらいお金かけてますか？2万ぐらいは月かかってるかなと思います、うん、何個のサブスクですか？ね、ネットフリックス、ユーネクスト、アマゾンプライム、ディズニープラス、サマサっていうなんかショート映画のアプリ、うん、フライヤーっていう本の要約のサービス、Kindle、それぐらいですかね。ハメちゃんそういえば映画めっちゃ見てたね。ああ、そうなんですよ。っていうところです。映像系のサブスクとかが多いですね。うん、まあその辺全部アプリとかで記録しておいて、月どれぐらいかかったんかとか、うん、あとはじゃあこれぐらい貯金できるねっていうのは全部計算してるって状態ですかね。あ、それとは別に貯金をしてるってことですね。ああ、そうですね、うん、それは毎月貯金額が違うんですよ。でも大体これぐらいはしたいねってのは決まってますね、うんうんうん、2万とかそのぐらいですか、ね、うん、ありがとうございます。ですびっくりした。はい、何ですか？給料日ですね。本当ですね。はい、いただきます。はい、2万もちろん、あのここは使ってもらったらいいです。給料日に必ずやってることを教えてほしいんですけど。ないです。何かじゃあ貯金用に仕分けとか、これはこんだけ使うとか。全くない。どうしよう。カードの締め日、ボーナスが入った給料日は確認しました。カードの締め日にじゃあ移行するぐらい。そうですね、今月どれぐらい使ったのか、何に使ってるのかっていう理由だけは自分の中でも記録してます。その仕事みたいな。口座見たりとかもうなく、基本しないです。以上になります。すいません。確認するようにします。